今の声は。オル。ごめんなさい。私は迷いの森に帰らなければならないわ。オールが呼んでるの。まあ一緒に行きますか。ありがとう。呼ばれたから。でも私のために。お前を守るさ。そういう約束だ。というわけで、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスター版、オールに呼ばれたのでちょっと帰りましょう。ここもブロックされるか。こっちから行くとほぼほぼイスマスブロックされるんだよね。バファルの迷いの森。あれ、これちなみにどうやって行けばいいんだ。全然行ったことないからわかんないんだけど。クローディアがいればもう勝手に行ける。3倍にしよう。どこへ行けばいいかわかんないから。ちょっとどうやって行けばいいんですか。わからん。今なんか出た。あ、迷いの森って出ただけか。え、案内してクローティアちゃん。いや、なんかまた別のところに出てきたな。なんか目印みたいな、この石のところに行くとか。地図がないってことは、あれ、この二人がいる。あれ、宝箱あんじゃん。回収しよう。100円。ジュエル23はまあそれなりだな。オール、やっと帰った。敵を追ったか。わしはもう死ぬ。お前の役に立つかどうかは知らんが、最後に昔話をしてやろう。ある国に一人の赤ん坊が生まれた。その子は国の跡継ぎじゃった。それゆえに命を狙われた。ああ、どうやって王女様をお守りすればよいのか。暗殺者たちが今日の真夜中にでもやってくるかもしれない。お妃様が生きていらっしゃればこのような心配も無用だったのに。何も知らずに眠っていらっしゃるお妃様に託された王女様、私が何としても守り抜かねば。やはりあの方法しか。森の魔女よ、森の魔女よ、私のところへ来ておくれ。猫の吐息を聞く耳で私の声が聞こえたら、夜のカラスを見つける眼で私の姿が見えたなら、梢を渡る風より早く私のところへ来ておくれ。森の魔女よ、森の魔女よ、私のところへ。もう来とるよ。何を驚いとる。自分で呼んでおいて。この子の命を守ってやればいいんじゃな。どうしてそれを。あんたの歌は一つ抜けとるのよ。醜く曲がったその鼻で私の願いを嗅ぎ取ったらってね。じゃあこの子は預かっていくよ。王女様を連れていく気ですか。願いを言うのはあんたの勝手じゃが、どうやって叶えてやるかはわしの勝手じゃ。第一、この子の命を守るにはそれしかないわ。そんな、それでは皇帝陛下が。奴らは真夜中にやってくるよ。見える見える、赤ん坊が暗殺者の剣で。わかりました、
どうか、どうか王女様をお守りください。お守りください。あ、待って。まだ何かあるのかい。この指輪を、王女の印です。それからこの方のお名前はクローディア様です。そんなものない方がこの子のためじゃと思うがの。ではもう行くぞ。おい、王女はどこだ。行ってしまわれた。王女様は行ってしまわれた。白昼堂々と来てんな。真夜中に来るってさっきオール言ってたじゃん。帝国の王女。この先何かあったらあの大きな木に聞け。喋りすぎたわ。オール。クローディア。私なら大丈夫よ。オールの呼び声、オールの傘、オールの杖、これどうなの。まあ、どう考えても魔法系だよね。スキルじゃねえよ。頭何も装備してねえじゃん。精神が上がるのか、暗闇に耐性、魅力が下がるな俺。なんで。暗い力ゼロになる。まあまあまあ、でも全体的には上がるからこれはつけておくか。まあオールの傘に魅力はないってことだね。じゃああともう一つがオールの杖。いや、めちゃくちゃ知力も上がるし精神も上がるな。重いんだけど。こんな重いの。武器だから。どういうこと。今みんな重さいくつ。シフト同じくらい重いじゃん。愛車クロリア軽い、グレイも軽い。てか薬箱グレイじゃなくてバーバラに装備させとこう。まあ、回復量がめちゃくちゃ少ないけど一応蘇らせられるっていう利点があるからね。で前線の人たちはみんなプロテクターつけてんだよな。ってスカーレットローブ、クローディアのクロスアーマーを。同士のローブって言うと同士のローブの方が強えじゃん。プロテクターはまあやっぱり上がるよね。上がるけどちょっと重いしな。同士のローブに関しては軽くなるし、強くて軽くなるんだったらこっちにしよう。知力3、精神3。回復するから知力はあった方がいい。ガントレットはね、ちょっと器用さが下がるから嫌だ。フィッシュは状態以上に強い。まあ、あった方がいいよね。よし、これにしよう。OK でーす。で、進行度が10、20、30、40、50、60くらい来てんな。もうメルビル襲撃されてそうだな。話せる？話せない。皇帝の奇病っていつ終わるんだっけ？ちょっと3倍にして。え、これ何？自分で帰んなきゃいけないの。お、マジで結構めんどくさいんだけど。ここ自分がどうやって来たかすら覚えてないし、地図もないし、とりあえずずっと下に行けば行けそう。一回メルビル寄ってみよう。どういう状況か。お、まだ大丈夫だ。でじゃあ1個イベント多分あるんで。ここはメルビル警備隊の事務所だ。ゴールドマインの鉱山がモンスターに占拠された。帝国軍の主力は海賊討伐で出払っているので2000級の部隊がゴールドマインに向かった。連中だけでモンスターを制圧できるだろうか。あ、鉱山襲撃になってんだ。ここしかも2000級なんだ。連中だけでモンスターを制圧できるだろうか。パブに行きたい。
貼り紙してあるかな。あ、してあるわ。至急連絡を行う。ネビル。ネビルの依頼。これをちょっとやりたかった。で、エリザベス宮殿行ける？ここは皇帝陛下の。どこへ行けばいいの？プレイヤーノートをちゃんと確認しよう。あ、詰書ね。詰書、ちょっとあいつテンパってんだけど大丈夫か？詰書、詰書。あれ、詰書どこ？詰書なくね？じゃあ宿屋に行こう。こっちの宿屋じゃねえし。ここはゴールドマインの電池蔵。いや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 、ゴールドマインをやらないとネビルの依頼が来ないのか。こいつはこれでテンパってんな。ゴールド電池蔵だけでモンスター。まあじゃあいっか、しょうがねえ。あれ金いくらあったっけ。12,000円か。なんかそろそろ防具揃えるのあれだなってか、人々もう300あんじゃん。結構あるやん。3000円くらいのちょっと鎧を買い揃える。ここ何があるんだ。術師の、術戦士の鎧。いやでもいいや。クロスアーマーが200円で安いな。プロテクトリング1000円か。ガーディアンリング5200円。これを5つ揃えるのは無理だな。あ、ちょっとこれで下ろしていくのか。フィールドアーマー、ガーラルメール、リジットレザーか。リジットレザーをちょっと買うか。あれどこに売ってたっけ、本店。ここにパッと行こう。いらっしゃいませ。でそっち24、24。めちゃ重いよな。ガーラルは、あ、物理防御に強いのか。でも7000円もうほぼ倍だがんな。じゃあ24、24、これを1個、ちょっと待って、1個買ってみてどれだけ変わるかだよね、プロテクターと比べて。26から35、斬撃には弱くなるけど、まあ、だいぶ強くなるよね。じゃあこれでいいや。ちょっとリジットレザーに変えよう。いらっしゃいませ。シフにもリジットレザーでしょ。で前線のやつらはこれにしよう。リジットレザーにして、バーバラもプロテクターからリジットゼラー、リジットレザー言えてない。でちょっとアイテム整頓しよう。一回アイテム情報切り替え。え、なんだこれ、どうやって整理するんだ。整理コマンド選択、交渉ボックスに入れる。いや違う違う違う。自動相当、あ、これでいいや。でちょっと売ろう、いろいろ。フルーレいらない。グラディウスも使わないし、ドッシングルシングル、大ナタも使う。これ一応取っておこう。テオノもいらない、グラブもいらない、メイスいらない、ペイントバーもいらないでしょ。弱指一般だ。あ、ここら辺ってだいぶ金策にはなってんな。スマートガード、大盾はもうさすがにいらないな。服もいらない。これなんかつけられる、選択。あ、つけられんじゃんクロスアーマー、毛皮ってなんかのあれに使うかな。まあいいや、最初はもう気にしないでいこう。ボーンブレストもいらないでしょ。ガントレット一応持っておく。レザーブス、あ、そう、キットンソックスね。これがめちゃくちゃ高く売れんだよね。で、あとはお宝の地図とか草原の穴。あのお宝サーチがないと無理だからな。売っちゃおう。いや、もう金にします。はい、OK。よし、これまた1万になったな。でガーナルの小手、器用さがだいぶ下がるな。足素早さが下がるのかい。
ヘルム。だったらヘルムだな。7000円するな。高すぎるわ。で、今多分皇帝の奇病が発生してると思うんだけど、こう状況からして。まだ襲われてないから。まあ、ちょっとそれは難しいからやらない。で、じゃあブルーエール行きますか。グレートピット行こう。で、寝てもあるから、グレートピット誰だ。ちょっと待って、まずこれ523か。え、みんなどうなってんだっけ。剣士、現在のクラス剣士、アタックモード攻撃力高くなる。あ、マニピュレーターが欲しいっちゃマニピュレーターが欲しいんだよな。サバイバルスキルとか上げたいしね。あ、どうしよう、悩むな。不意打ち、ちょっと待って、ね、でここでいけるでしょ。ここ何売ってる。いらっしゃいませ。あ、武器が見たい。ガーラル系か。こっちガーラル系だな。ローザリアはベルニー系なんだよね。こいつは東のベール、あ、ベール高原か。こいつがベール高原か。ステータス、スキル、長剣3でしょ、弓が3でしょ、で片手3でしょ、あ、細剣が2か。クリスタルシティ、アルツール、ヨービル、ちょっと辺境系鍛えるか。ローザリアの、まあ、とりあえずアルツールでいいや。お願いします。で、修練で辺境警備兵を3にしちゃおう。よし、ちょっとバラバラいきなり優遇したら1593とか、もう異常なんだけど。160しかないからいいや。これでじゃグレートピット行こう。どこだ、ベイル高原か。こっちからか。マップないんだけど、場所は分かる。分かるって言ってもさ、早すぎてどこを走ってんだか分かんねえ。弓そろそろ変えたいよ。よし、だいぶ大地の剣がだいぶ OK になったな。これでフォークブレードゼロで使えるのでかい。よし、カットインでいこう。350、いいね。数値的には悪くない。いや、待って、入れた。で、ここグレートピットはひたすら下に降りる感じになるんで、敵に当たっちゃったらしょうがない。どうですか、やっぱりグレイは強いな。武器が強い。てか大地の剣も強いけど、大地の剣の攻撃力であれか。もう、いや、無理。あ、カットラスみたいなの手に入れたな。で、ここひたすら降りていく感じ。いやー、マジでもうこいつ出んの、マジですか。いけるか。後ろの人が持ってね。変える、なんであいつあんな強かったっけ。いや、でも気前がね、見た人楽勝だったな。ちげーし、下に途中なんかこういうところとか、あと横に入れるところとかあるんだけど、基本的に入んなくて大丈夫なんで。今下に降りるとこあったけど、どっちだったっけ。いつもここ迷うんだよね。どっちに降りるのか、奥で降りるのか、手前で降りるのか。あ、こいつも倒せんな。じゃあやられるかもしれないけど、やることもできる。衝撃見せてやろう。典型の力、やっぱ強えわ。こいつ自体は強えな。宿体砲423。
ぱりめっちゃ倍速でやってるからめっちゃ速いわ。ここ逃げない、逃げられるか。宝箱だ、なんか違うっぽい。ここグレートピットチステリフト、ちょい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 、めっちゃ追われてる。 あいつに引っかかってくれれば OK。 あれ、ここだって最深部じゃないでしょ。あ、最深部だった意外に早かったな。水流頼まれてきました。水流が雨雲の腕輪を返せと言っている。分かった、返せよ。なら、その前に二人だけ振り上げてもらえ。まあ引き受けましょう。ワンリブザードは相手の基地を奪い取ってくれ。ワンリブザードはスカーブザーに住んでいる。わかりました。まあ、グレートピットっていうかベイルゴーデン自体の地図は必要ないから、まあなんか暇があったら取りに行くか。楽勝楽勝で、タイニーフェザーのところは行ってるんで、タイニーフェザーの依頼はチェインした火神ブローより。フレームタイラーからもらってこいということなので、あれジェルトンに行けるか。手間は解ける。あれ釣りやがった。ジャガンの魔除け、うわ早っ。でブルエールに来たんで、これこっからもうリガウト行けるよね、ジェルトで。そうするともうさすがに襲われてるよね。で、トマヤカザの情報を聞くためにここに行く、酒場。ちょっと残っ、イドブレイクを受けた。あら、もう終わり。お話を聞きましょう。ちょっと微調整が難しい。お前、火山からモンスターが押し寄せてきたんです。こんなこと初めてです。で、トマイ火山の場所が明らかになったんで、ちょー、登れん階段。ちょ、待って待って待って、で、トマイ火山自体はこっちの方から行けるんで、あ、待って待って、ジャンプアビリティ持ってきたっけ。必要そうなのは持ってるはずなんだけど、あ、もうあるね。ジャンプ2あれば大丈夫でしょう。あ、ここにサーチがあるな。違う、これは鉄鉱石か。鉄鉱石使わないからいいや。まずマップが欲しいな、やっぱり。いっそう、で、ガラハゲ仲間にするために誰をまあ外すかっていう感じだよね。よし、地図ゲット。地図さえあればもうこっちのもんよ。後ろ向いてるのも結局サイコブラスターで倒せたの。オーデン、あ、やばい。アイシャやっぱり狙われるのきついな。四天王イベントを終わらせて、水流の報酬、まあ、ウハンジの報酬なんだけど、厳密に言うと水流イベントを終わった報酬で早く藤娘が欲しい。海水だろ。でもちょっとやっぱり1レベル上げないときついか。
あの技の種類が何種類以上とかになると PP が減るはずなんだよね。1それが足りてないから多分まだ若干きつい状態なんだよな。連携で行くのか。攻撃2種類くらいやっぱり使わせるか。両手体験ふう。こっちか。あそこもどうせ鉱山でしょ。で右から行ってのこれでジャンピングが必要なんだよね。最後からといけカットインで倒せるし。はっ。はっ。ただ強いな。連発で食らうやつ。術レベルが上がってくると変わんのかな。でこっち行って。でこっち行って。おお、鉱山いっぱいあんな。ジュエルに余裕ができてきたら少しやってみるか。2周目3周目とかで。2周目誰でやろうかまだ決めてないからね。完全にその時の気分なんだろうけど、あまりやってないキャラでやるか。せっかくだからゆかりあるキャラは使っていきたいよね。どっち、まあ、グレイは今回初めてだからミディアムとか入れてないけど、ガラハのミディアムとか入れてね、最後までやり通したい。どっちだ。ジャンプしてこっち来て後ろ取られて、どこでジャンプするんだ。ここか。こいつマジで無理。OK。通常サルインだったらどれくらい倒せるかだよね。練習でやったときサルインまで倒してないからサルインの強さがよくわかんないんだよな。いや待て待て待て、あーこいつも出てきたかって結構だな。こいつ強いんだよなマジで。耐えられるようになったか。斧どうしようもないな。スパイを使っていくか弱いけど、ちょっと技を覚えていこう。なんか覚えるでしょ。サイドワインダー。いやマジか。まだ死なないか。死人が出んなこれ。カネキ。オッケー。魔獣の牙。やつは魔獣だから。あ、この真ん中のやつってか、ここ強え。やべえ、これ強い舞台だ。このパターンマジで嫌い。この組み合わせ。無理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 。あのチェーンするとしかも逃げられないからね。2周目はあれでやってみよう。なんか進行速度が遅い方で、そうすれば戦闘をこなせるから、こっちがどんどん、こいつも強えんだよ。その分いいの覚えてほしいんだけど、いかがでしょうか。衝撃陣1600。痛い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 。おお、耐えたし払い抜け覚えたし。
さないとやべしいな。これしょうがない。ジャンプ。そろそろ最後か。最後だね。別に戦うつもりはないんで、セーブはしないでそのまま行きましょう。早い。登場シーンが早い。ジェルトを襲わせるのか。まだこの巴風にも我が輩が戻すのでないのだよ。ジェルトを襲っているモンスターは私とは無関係だ。同じモンスターたち、練習で何をしていても気にしないようにしているバカだ。奴らはサルウィンの手下にそそり出されているようだ。あんたはサルウィンと手を組むつもりか。サルウィンはモンスターの父だ。しかし、ヤスにとって我々は道具でしかない。それゆえ、千年前の戦いの時、水流、タイニーフェザー、アビリスと共にエオールに着いたのだ。サルウィンが封じられた後は、密かに暮らしている。この立場を変えるつもりはない。その証しにジェルトを襲っている連中は何とかしよう。分かった。スカーブさんのタイニーフェザーが過信防御林を欲しがってる。譲ってくれ。過信防御林は価値の高い防御だ。それ相応のものと引き換えなければ渡せるな。そんな価値のものがあるのか。ああ、アイスソード。見ての通り我がモードは火。アイスソードのような武器があるのは好ましくない。だが我が手元に置いてしまえば安全だ。アイスソードを持ってこい。お前が勇者ならばできるはずだ。帰りは近道をしている。通路の使用を許可する。ありがとうございます。ということで金だな。1万円、もう1万円貯めなきゃダメだ。アイスソードまだ店頭に売られてるからね。どうぞここをお通りください。グレイム・タイラント様のお許しが出ております。お前とは戦うなと言われている。進行度どうなってる。お、結構いってんな。恐竜とかなんかもう倒せそうな気がするけど。でジェルトンも平和になりましたということで。これえ、あれあっちから出なきゃいけないんだっけ。マップ移動するのって。しまったな。いちいちジェルトンまで来てしまった。しかもこんなやつ敵が出たし。バルハラントにはいなかったよ。はい。でこっからじゃあちょっとローザリアのアルツールに行こう。でアルツールのアイスソード屋さんを見る。ここか。いらっしゃいませ。当店自慢の武器の数々いかがですか。でアイスソード。おっとお目が高いですな。それは当店自慢のアイスソード。はるか昔に氷の巨人モーハンが鍛えたという技物です。2万円。
2万はまあさすがに無理だよな。どうかなんか1個でかいイベントこなして少し金手にしなきゃいけないな。ありがとうございます。ちょっとアイスソード用の金を考えてなかったな。という感じで、ではちょっと次はアイスソードを求めてやっていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。